で、時計消して、やっていきましょう。でもね、なんていうのかな、マインドフルゲームみたいに、もうガチガチコメント読まないみたいな感じじゃないんで、普通に、なんか冒険してる途中とかだったら、普通にコメントは読むかもしんないんで、そこはちょっと違う感じで、やっていきましょう。さあ、行きましょう。モデとメンバーだからなのかな、いや、そんなことないんじゃないかな。メンバーだからかもしんな、ね、い。ワクワク、やっていきましょう。この音はめっちゃね、いいなって思った。はじめから。あなたの名前を書き込んでください。おー、マジか。王子。王子。王子か。何しようかな。卵王子にしたいな。悔しいになるか、やめとこうか。卵王子はあかんか。何しようかな。何しようかな。白玉って今出てきたけど、普通にシンクでいっか。よし。この辺で諦めたらどうだい、シンク。あ、あれ、なんか、一個間スペース空いてるのすげえ気になるけど、まあいいや。シンク王子。なんだと、今のは少し油断しただけだ。リチャード王子。さあ、もう一度、勝負だ。ふっふっふ、いいとも。さあ、来たまえ、シンク王子。そのスペースめっちゃ気になるんやけど。そのスペースがすごく私は気になるんですが、どうしたらよろしいでしょうか。いくぞー。若干、あれだね、ボケてるね。仕方ないね。ここはカスタード王国のフェンシング道場。ただいま練習試合の真っ最中。あ、練習試合なんだ。大丈夫。あ、いた。倒れた。弱っ。試合を行っているのは、この国の王国リチャードと、お隣のセブレ王国のシンク王子の2人。だからそこの間が気になるんですが。この2人は、この2人の王子は幼馴染で永遠のライバルでした。同い年でルックス、スタイル、おつむの程度もほとんど同じ。なんかすごい馬鹿にされた感があるけど。ルックスが良かったら、まあまあ、差し引きプラマイゼロにしてるとこうか。でも武術だけはリチャードになぜか勝てないシンクでした。ああ、そうか。はっはっはっは、また僕の勝ちだ。これで対戦成績は僕の56勝0敗だな。君はいつになったら僕に勝てるようになるんだい？くそー。リチャード様、大変でございます。なんだいじ、想像し。それが今届いた情報なのですが、我が国の友好関係にあるミルフィーユ王国が突如現れた謎の軍団ゲロニアに襲われて占領されてしまったのですということです。何、ミルフィーユ王国といえば絶世の美女と噂高いティラミス姫が治められている平和な島国。それでは姫は、ティラミス姫はどうなされたのだ。さて、そこまでは、それは天下の一大事。じ、船だ。港の船を用意せ。そして我が兵士と、どもに戦いの支度をさせるのだ。は、そう思いまして準備はすでにできております。すごい、めちゃめちゃ優秀な G やった。でかしたぞ、G。出陣だ。だ。ティラミス姫と聞いては、私も黙っておれぬ。リチャード、私も行くぞ。乗っけて。いて。おっと、シンク、君がついてくる必要はない。姫は僕がお助けする。君はその間に剣術の腕でも磨いておきたまえ。ははははは。すごいムカつく。しかもライフ1やし、いつの間にかライフ1やし。ほのれリチャード、抜け駆けは許さん。へえ、どこかに船はないのか。お気の毒に置いてけぼりですな。船ないのか。ライフもないし、金もねえし。
そっちに行っても船はありません。船はありません。こっちか。あった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 。いたっつっとん。おい、勝手に俺の船に乗り込んでくる。ただ、どういうこった。えい、私は急いでおるのだ。船の代金は受け取れ。すげえ。あ、これお金やった。お、バカじゃないかな。バカじゃないかな。結構長く今振り込んだよ。ちょっと待って、何本持っとった。1、10、100、1000万、10万、100万、899万9999。私バカじゃないかな、この文字は。ほんまにこれバカじゃないかな。ひょい、この近海の山は。はははは、私はセブレ王国王子、シンクデサブレ。あ、サブレ王国か。そうし、シンクデサ、あのさ、だからその空白すごい気になるんやけどな、私。愛しの姫のためならば、金は、金に糸目はつけはせぬ。さあ、出発だ。いざ、リチャードに遅れを取るな。金置いてった。バカだよ、ほんと。出しすぎなんだよな。金に物を言わせた金持ちの王子シンク。リチャード王子に先を越されて悪の軍団ゲロニアンからティラミス姫を無事助け出すことができるのか。さあ、物語の始まり始まり。お、漏れた。抜けがけリチャードを追いかけてやってきましたミルフィーユ王国。着いたところにはシーミズ港。迎えに出たのは年寄りの一人。おお、またしても救いの手が。あなたはあのシンク王子様。おお、意味なしゅう、王子様がいらっしゃったぞ。あ、動けるんだね。すごい、このシンク王子のその空白すごい気になるんやけど。なんかマジでお金渡しすぎよな。お金渡しすぎ案件。えらいことですじゃ、えらいことですじゃ。これ老人、落ち着いて話せ。シンク王子様、我々の話を聞いてくださいませ。ティラミス姫様は聖なる力で我々の平和に暮らしておりました。そこへ突然ゲロニアン軍が上陸し、この町にあったすべてのものを奪い去っていってしまったのです。やはりあの情報は誠であったか。その上、やつらはティラミス姫様のエクレア、美味しそうですね、エクレア宮殿に攻めかかり、ついに宮殿を占領してしまいました。姫様は今宮殿の奥深くに囚われの身という噂ですが、はっきりとしたことは分かりません。どうか姫様をお救いください。うむ、任せとけ、必ず助け出してみせようぞ。おお、頼もしや、ご無事をお祈りしてまする。どうか姫様をお救いください。お救いください。どうか姫様をお救いください。はい、いっぱいおる。あ、な、え、おお、シンク王子様だ。噂通り立派な王子様だ。ほんと、この方ならゲロニアン軍なんて一からね。きっとこの国に平和を取り戻してくださるに違いない。ははは、そうであろう、そうであろう。私に任せておけば安心であるぞ。やっぱりリチャード様のおっしゃった通りだな。は？どういうこと？リチャードが何と言ったのだ？はあ、今度ここへ来る王子は、おだてに乗りやすい単純なやつだと。なに？おお、失礼だぞ。失礼だぞ。おいおいおい。それで、わざわざおだててきて、わざわざよいしょしに来たってわけか。ほう、それは大変失礼だぞ。どういうことですかね。リチャードめ、ここまで来て私の悪口を。おい、お前ら、リチャードは今どこにいる？リチャード様は兵士と共に宮殿を向かわれました。くそ、急がねば。リチャード様は兵士と共に宮殿に向かわれました。リ
聞いちゃったわ。マジで、マジで失礼。マジで失礼、ほんと。もうどういうこと？あ、真空おじさんばいた。逃げてった、今度は。今度は逃げてったぞ。失礼だぞ。ちょっと待って。お母さん、お母さん、真空おじさまだよ。あ、来た。ほら、母さん、僕の言った通りでしょ？真空王子様はきっと来てくれると思ったんだ、僕。ねえ、王子様、絶対、ゲロニアンをやっつけてね。あいつらすっごく乱暴だし、僕嫌いだ。これあげる、約束だよ。回復のワイン。ワインありがとう。優しいな。これ、少年、このようなものをもらうわけにはいかぬ。いえ、王子様、ぜひもらってやってくださいまし。あの子はあの子なりに私や町のことを心配しているのです。それに今差し上げられるものは本当にそのワインしかないのです。どうか私たちのせめてもの気持ちとしてお受け取りくださいませ。少年の。私は今猛烈に感動しておるぞ。あいや、わかった。皆まで申すな。ワインの礼とは言ってはなんだ。これを受け取るがよい。おっ、100万丸々バンって置いたぞ、この人。バカじゃないのだから。あれ、このような大金いただくわけには参りません。構うな、構うな。私にとっては走った金だ。見よ、まだこんなにもあるのだ。ははは、で、あるからして心配いたすな。なん、どこから出した？それで、あの少年にうまいものでも食べさせてやるがよい。王様、ありがとうございます。でもさ、たくさんさ、お金を渡したところで、ここの村にはさ、ご飯とか買えるところがまたあるんかな。ね、純粋な子供やったね。おじさま、僕のワイン困った時に飲んでね。はいはい、ありがとうございます。そうそう、無限コインやったな。やばいな。マリオもびっくり。誰もおらぬ。誰もおらぬぞ。どうした、どうした。苦しいよ。え？あ、のた打ち回ってんのか。うん、痛いよ。どうしたんやろ。病院っぽいけどな。なんとお一人で姫を助けに行かれるのですか？それなら旅の記録をできる日記帳を差し上げましょう。あと日記帳ありがとうございます。使い方はスタートボタンを押してカーソルを合わせて A ボタンですぞ。うん、すまる。ところで、宮殿へはどう行けばよいのだ、教えてくれ。ここを出てまっすぐ北へ行けばエクレア宮殿です。ゲロニアンのボスはゲロニアンのボスはデラーリンという化け物で、最上って漢字で書いてくれ。それがひらがなで書いてくれ。最上って読みそうだったわ今。最上階で、ま、これ絶対さ、私、なんとなく最上階も分かったからいいけどさ、最上階って言う人絶対ゼロではないよなってちょっと思ってしまった。最上階で、丸まで眠、春までか、春まで眠ってるという話です。気をつけて行きなされ。はい、行きなされ。行きます。スタートボタンで、びっくりしたー。バグったかと思った。あ、すげえ。回復。日記帳、絵日記書こうぜ。日記をつける。よし、OK、気をつけていきなはれ。うわー、なにこれ。港町シーミズ。イケイケ玉です。ライフゲージを回復します。へえ、ライフゲージ回復すると、これはいた。え、これで回復するのか。でも戦わんのが、あ、なんかおる。この先は一般、この先は一般人は通さぬ。帰れ帰れ。何、無礼者。私は真空王子であるぞ。この先の宮殿に用があるのは通せ。ふん、通したければ我を倒していくんだな。戦う。やす、その態度許せぬ。手の内ターンス。ボコボコ。
どうする？アイテムを使う。逃げる。いかん、逃げられぬ。逃げられへんのかい。負けた。そんな、ん？そんな手、剣ではびくともせんわ。出直しこい。進行じゃ剣とにむなしく倒れた。だが君の力はこんなもの、こんなものではないはずだ。さて、立つんだ、シンク。誰か、倒れているぞ。病院へ運べ。あ、起きた。おはよう。お、ここは病院。では、誰かが運んでくれたのか。くそ、そうか。なんかもっといろいろあるんかな。ナメクジね、ナメクジっぽかったね、さっきのですね。丘の奥行くんかな。あ、なんかある。これは戦わなあかんな。なんじゃここ。わしはアイテムを授けるお約束通りの地下老人。さあ、ここにあるアイテムを2つとも持っていきなさい。2つも持ってってくれていいんや。やっぱありがとう。聖堂の剣を手に入れた。その剣は、その次は弱い敵を一撃で弾き飛ばし、さらにゲロニア軍ともまともに戦えるはずじゃ。はよ。ライフストーンを手に入れた。ライフゲージのハートが1アップした。やったー。それでは、セイントストーンという不思議な力を持つ石じゃ。ライフ、パワー、スピードの3種類があって、それぞれ手にしたものの力をレベルアップしてくれるのじゃ。今お前が手に入れたのはライフストーンじゃ。見よ、お前のライフゲージがハート1個分増えたじゃろ。おお、これはラッキー。ありがたくいただいておくぞ。王子よ、セイントストーンはまだたくさんあるはずじゃ。宮殿やいろんなところをよく探して集めるがよい。了解。気をつけていきなされ。オッケー。剣どうやろ。お、すげえ。あ、すげえすげえ。強い強い。どういう風に探したらいいんやろな。それをどういう風に探していいんかがわからへんが、そういうヒントはないのかね。殺菌とかおるんかな。ないっぽいかな。ないんか。むきざらしで置いてんのかな。むきざらしで置いてないと楽ちんやねんけど。これはなんじゃこりゃ。ね、強い。さあ戦うぞ。どけい。帰れ帰れ。よし、手の内ダンス。いけいけ。よし、くそー、終えてろよ。ほら待て、そこに乗れ。なんか落としてった。ま、待て。ん？あいつ何か落としていたぞ。なんだ？マップを手に入れた。これはこの国の地図。ん？何何？このマップはアイテムとしてお使いください。プラスボタンでカーソルを動かして、地名が見られます。ほうほう。か、これは便利なものを手に入れたぞ。わわ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 、地震だ。やばい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 。危ない危ない。地震だよ、地震。何これ？まるで、ん？まるで仕組まれたように大地震。震度7というところか。震度7、すごいな。お、そんなことより宮殿急がねば。通られへんのか。わー、めっちゃ広。ね、震度7やばいよな。北エクレア宮殿、南港町、清水。ちょっ、西ゲロップ温泉。宮殿、ほんまに宮殿やった。東城下アラモード。あらもうとだね。あら、どうも、なりたいものに。この宮殿のどこかに姫とリチャードがいるはずだ。エロニアのバカ野郎、もう頼まねえよ。どうした？
おめえも架け橋のスイッチを探しに来たのかい。いや、私は新光寺ティラミス姫を探しておるのだ。その方姫を知らぬか。さあね、けどリチャード王子も同じことを聞いてたな。何、リチャードとな。リチャードはどこだ、早く申せ。おめえ何一人で興奮してんだよ。あの、王子さんならもうここにはいねえよ。どういうこと。今のままじゃ姫を助けらんねとか言って城下町に行ったぜ。では私も城下町へ行った方が良さそうだな。そいつはダメだ。ゲロニアンが架け橋を外しやがったからな。おかげでおいら家にも戻れなくなっちまった。ここを左に行けば架け橋のスイッチがあるんだが、その架け橋のスイッチを守ってるやつが強えのなんの。おいらの見た感じじゃとても今のおめえじゃ勝てそうもねえな。仕方ねえからおいらのお堀を泳いで渡るよ。じゃあばよ、王子さん。お、さて困った。実は王子は金槌でした。こうなったら何としても橋を架けるしかないようだ。バザーいらっしゃいませ。ちょ上の架け橋のスイッチ部屋、地下通路へ続く。あった、ほんとや。なんかおる。あ、すげえ。マリオもびっくりな跳躍。よし、ここを通す件は行くん。デラーリン様のご命令だ。どうする、戦う。いい度胸でかかってこい。負けたー。めっちゃ増えてる。お、ここは病院。では誰かが運んでくれたのか。めっちゃ増えてる。痛いよ、痛いよ。うん、苦しいよ。また戻ってきたで、ここに。うわー、何これ。